こんにちは、ナージュだよ。世界にはワクワクがいっぱいあるんだね。あなたと出会えたこともその一つだよ。私は今何も喉を通りそうにありませんので。マカロン隊長、ナジャは廃校育ちで食べたことがなかったんですけど、このプリンという食べ物は。おお、ナジャ隊員、感想を聞かせてくれたまえ。最高です。食べた瞬間とても幸せな気持ちになりました。ナージャ隊員、隊長も同じ意見だよ。プリンってお菓子の王様だ。毎日のご飯にしてもいい。よかった。ここのお店のプリンは牧場直送の特別な牛乳と卵を使ってて、濃厚さが全然違うんですよ。それでいて重くなくて、口の中ですぐ溶けて、甘い香りが鼻の中いっぱいに広がって。ごめんなさい、喋りすぎました。もっと喋ってよ。ナジャ、アイシャちゃんのプリンの話もっと聞きたいよ。そうだよね、王子様。それとプリンを食べてる時の顔も。アイシャちゃん、まだプリン食べてないよね。食べなよ。でも私は探検隊の隊員ではないですし。そうそう、幸せはみんなで分け合わなくちゃ。じゃあいただきます。活動内容を書い
チラシなんだけど。アンシャちゃん、世界にはプリン以外にも美味しいものがたくさんあると思うんだ。一緒に食べ歩きしない？アイシャはプリンに詳しいからプリン部長に任命するよ。ありがとうございます。私のこといろいろ考えてくださって。誰かと食べるプリンってこんなに美味しいんですね。私、お二人と一緒にいろいろなものを食べていきたいです。ああ、よし、これで美味しいもの探検隊は3人になったよ。さあ、次のプリンのお店に向かおう。みんな、きついと思うけど頑張ってついてきてね。ナジャもいっぱいフォローするから。何甘いことを言っているのです。世の中のすべては真剣勝負。この優秀な私ならナージャさんに勝って一番でゴールしてみせますわ。ここは足場が悪いし競争なんかしたら危ないよ。そうですよ、危ないからやめませんか？というより、どうして私が。ムーランちゃんは少し体を動かした方がいいと思うけどね。ちょっと待ってください、王子さん。この勝負にご褒美はありませんの？だからグレースちゃん、これは勝負じゃないんだって。私は勝者に王子さんのキスが与えられることを希望しますわ。お、王子様のキス？あの、キスっていうのはお父さんがほっぺたとかにするやつじゃなくて。あら、ナージャさんって可愛い。ナージャさんには負けませんよ。今日のコースを事前に下見をしたのですよ。計画を立てて着実に実行していく、それが私のやり方ですから。どうして私が。違う。なんでしょう、この鉱物は。ルークスオメガに匹敵する大発見。結晶構造解析をしなくては。ナジャについてくるなんてすごいよ。当然ですわ、勝利へのシミュレーションは完璧にできているのです。だー、それに比べて王子様はナジャたちについてこれないなんて、キスの相手としてどうかと思う。うっしょうっしょ、グレースちゃん、壁登りは足場をどこに取るかで決まるからね。そんなことは教えてもらわなくても分かっています。ここに足をかけて、下から熱い視線を感じます。これは一体。もしや王子さんが私たちのパンツを見ているのでは？嘘ですね。私は下から見ていたのですが、
王子様はちらちら上を見て挙動不審でした。あ、今日のナジャのパンツ白なんだけど。有罪確定ですね。ナジャのパンツを見た人が起きたよ。ちなみにトレーニングはみんなで協力し合って一緒にゴールしたよ。他にも危険人物がいるかもしれないから一緒の方が安全だもんね。はあ？なりますからね。私も鉱物の研究の時は同じですけど。一体どんな本を読んでいたのです？ムーランのような専門書ではないでしょ。違うよ。読んでたのは王子様とお姫様の素敵な純愛小説。すごくロマンチックなんだよ。純愛なんてありえませんわ。本の中の王子様たちも書かれていないだけで、裏ではすごくただれたことになってますのよ。ね、王子さん。なんかクレスちゃんは恋愛のこといろいろ知ってそうじゃない？よかったら教えてよ。それは私は恋愛経験豊富ですからね。すごく動揺してるけど具体的に話してよ。例えば、ある時、私は町でハンカチを落としたのですが、ハンカチを拾ってくださった男性が私を見て、あなたのような美しい人を見たことがない、付き合ってください、とおっしゃったのです。こんなこともありましたわ。ある時、美術館で男性に声をかけられたのですが、私を見て男性は、あなたはどんな絵画の美女より美しい、付き合ってくださいとおっしゃったのです。嘘が確定しましたね、王子様。ムーランちゃんは研究一筋だからナジャと同じで恋愛経験とかないよね。実は私恋愛経験豊富なんです。そうなのですか。では、私の愛した方々の話をしましょう。私が初めて愛したのは、ゴツゴツした方でした。筋肉質の男性だったのですね。二人目の方は、丸々として、肌もスベスベした方でした。ムーランちゃん、太った人も好きなんだ。それで、三人目の方は、すごく硬くて、4人目はすごく柔らかくて。王子さん、今おかしな妄想しましたね。というかナジャ、オチが見えてきた気がするんだけど、ムーランちゃんの言う恋愛ってのは岩石相手なんじゃない？はい、岩石にはいろいろなタイプがあって、素晴らしい岩石に出会えた時は頬ずりしてしまいます。
ファザコンですわね。なんだよ、うちのお父さん優しいんだよ。ナジャが広い世界を見たいって言ったら頑張れって応援してくれたし、王子様はやっぱりソフィアちゃんが好きなんだよね。だって幼馴染は結婚するって言うじゃない。王子様はソフィアちゃんと一番気心が知れてるみたいだし。そうなの？恋愛には未知の要素が必要ですからね。鉱物や岩石でも探求していくうちに好きになることありますし。じゃあナディラ様は？この本にある通り王子様とお姫様は最後に結ばれるし、ナジャ、二人はすごく合ってると思うよ。難しいんだね。でもナジャにはこの本のような素敵な恋愛は無理かな。だってナジャは一般庶民でお姫様じゃないから。あら、そんなことはないと思いますよ。女の子は誰でもお姫様になれるのです。女の子にとっては大好きになった人が王子様になるのです。おお、グレイスちゃん、妄想の恋愛体験しかないくせにいいこと言うね。ですから私は恋愛経験豊富なのです。この前だって図書館で一冊の本を取ろうとしましたら、ちょっと聞いていますか。そっか、女の子にとっては好きな人が王子様なのか。魔女の王子様って誰なんだろう。素敵な人なのかな。